ちは物販コーナー非常に大好評なんですけども、九州ラーメン島独自 の、 T シャツとかね、マイバッグですか、これも手作りですよね。はいはい、金額を言ってるよね、金額を。マグカップとか売ってらっしゃいますけど、あとでちょっとオークション所からオークション、オークションなんですね、これは値段になってないようなものっていう。はい、じゃあちょっと今行こうか。はいはい、T シャツオークション行く、買いますかここでオークション始まるんですね。はい、100円から行こうか。はい、T シャツオークション始まりました。はい、T シャツ100円からです。あれ、値段つながらなかった。いや、それで OK だったらミニ100円になりますよ。大丈夫ですか。あ、じゃあ、やっぱり安すぎ。まあ、一応100円もらいました。はい、じゃあ値段つけてください。自分で値段つけてください。もう、お気持ちでって感じで、入れてもらったらいいんじゃないですかね。はい、募金箱の中に。どっから買いますか。皆さんいい値で買ってもらって問題ないみたいです。原価割れしないように心配ですけどね、お肉も。5分で締め切ります。5分で締め切ります。しっかりと日の光を浴びた健康的な T シャツですからね。はい、お金どこに入れたらいいですか、いいでしょう。直接お持ち帰りですか。もうみんなそこに見てる感じですね。はい、今回はあと3分で締め切る。はい、すごいですね、すごい勢いで T シャツとバッグと売り切れましたね、あっという間に。ステージじゃなくてどっか、すごいですね。結果赤字にならないか心配ですけど。英語バッグもありますね。はい、大体そういう雰囲気で、オリジナルエコバッグ。ちょっと入らない。100円じゃない。じゃあオークションというか、いいねで買うバザーみたいなのも終わりましたけども。大丈夫です、最初他にやることないですか。1000円で仕入れたのを100円で売りました。1000円で仕入れたのを100円で売りました。どんなぶっちゃけですか。損して得するじゃなくて、損して損する。ただ損しか残らないっていうね。シャンソン大丈夫ですか。シャンソンいいですよ。はい、クッキーとですね、その代わりクッキーとラーメン、パンを自分で、はい、そこで利益を、ね、回収してもらっていいかなと。まあ、パンとね、クッキーは安くなりませんからね、定価でお願いしますね。あ、こっちはどうもで、あとはみかんとね、大衆柿もまだ残ってますから、ぜひぜひこちらもね、お買い求めいただければ。どうぞ。